皆さんこんにちは。もう早速ですね。皆さんこんあやさん、響き所属声優が毎日1本ずつお送りしていく響きスタイル、今日の担当は私伊藤あやさです。実は今日アイメイクをしてないんですよ。ということは普段私がしているアイメイクの紹介をしていきたいと思います。アイシャドウはですね、まずこのじゃんキャンメイクアイシャドウベース PP、 これはですね、アイシャドウを塗るときに一番最初に塗るベースみたいなもので、これを最初塗っていきます。じゃあ早速塗っていこう。恥ずかしいですね、これどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんですか、これ。普通に塗っていいの。こうか、まぶたの下に。これちょっとでもドアップは恥ずかしいので、ちょっと引きでね、引きで塗ります。もう薄く塗るのがポイントです、とにかく薄く。じゃあ続きまして、じゃん、ダズショップのアリュールドシングルアイシャドウファンタジア12番です。このね、ちょっとくすみがかったピンクがすごい好きなんですよ。こちらはブラシで塗っていきます。薄くね、ちょっと近寄りますか。これをもうまぶたのもう結構全体に広げちゃいます。そう、もうさささっと全体に薄く広げます。もうこれぐらいです。そんなにね、でもついた感はないんですけど、ほんのり若干ピンクに、ほんのり若干ピンクになってます。はい、そして続いてがポイントなんですけども、じゃん、こちらアディクションザアイシャドウ085番です。さあ、これでもなんか赤みがかった茶色ですごい可愛いんですよ。これも塗っていきたいと思います。これを薄く全体になんか重ねるって感じですね。薄く重ねます。そう、こうやって量を調節していきます。本当にね、もう薄くがポイントで、まあもう一つポイントがこの目の黒目までいかないところ、ここら辺の目尻のところにも薄く入れます。そうするとちょっぴり垂れ目効果があります。はい、こんな感じでできました。はい、でですね、あとアイシャドウは一つ最後ポイントとして、涙袋、目の下にちょっと明るいシャドウを入れることでぷっくりした目を見せられます。はい、こちらです。こちら私が使ってるのはドドアイクレヨンアイライナーの EC20 番シルバーです。あ、逆向いてるわ、こっちです。はい、これいつも使ってるとか言ったんですけど、見つけたの昨日なんですよね。高校生の時に買ってから眠ってたんですけど、見つけた時にあ、これめっちゃいいと思って、これを、あとクレヨンだからすごく描きやすいんですよ。これを目の下に、特に目頭の方にシャシャシャっと入れます。指でぼかします。はい、これでちょっと目の下がキラキラしました。これは結構ね、ライブの時とかにもキラキラしたメイクをすることが多いのでおすすめです。さあ、アイシャドウが終わりました。結構ね、薄めなんですけども、さあ次はアイライナーです。アイライナーはこちらです。とこちらはお名前はレアナニプレミアムリキッドアイライナーブラウンです。これはなんかプラザで見つけて買いました。発色がやっぱブラウンが好きで、アイメイクする時のライナーとかマスカラとかは。なのでこちらを、私はアイラインを全部引いちゃうとすごい濃く見えちゃうので、目尻にだけシャッて引いてます。わかるかな、ここら辺の目の目尻に沿ってさっと引いて、ちょっと違うなと思ったら綿棒でぼかしています。ちょっとだけ目尻から伸ばすとちょっとお目目がパッチリ見えるのでおすすめです。さあ、で目頭もちょっとだけ引いてます。はい、引けました。アイメイクはですね、あと最後マスカラを塗って、マスカラでフィニッシュです。マスカラはやっぱまつげはやっぱ私一番大事かなと思ってるんですけども、
私が使ってるのまずマスカラベースを使っておりまして、じゃんこちらです。これはあのフローフシのマスカラベースなんですけど、あの見てもらったらわかるんですけど青いんですよ。わかるかな、ちょっと青いんですよね。さあこれを薄く塗ります。こちらもちょっとマスカラしてる顔はちょっと恥ずかしいですね。大丈夫ですか、大丈夫かな。で下まつげにもさっと塗って、はい終わり。で続きましてマスカラです。マスカラはこれ使ってます。あー名前がわかんない、これはヘレナのマスカラなんですけども、ディープブラックの一番を使ってます。ウォータープルーフです。なんかこっちの方が意外と落ちやすい説が私の中で、ウォータープルーフの方がお湯落ちよりなので、これを使ってます。これはすごくボリューム系のマスカラかな多分。はい、これをこれもさっとさっと塗ります。そうだ、ちゃんとおでこ止めたらよかった。で目の下もさっと塗りまして、そして最後にビューラーです。これは資生堂のビューラーを使ってます。すごいお安くて薬局で買えます。これを最後にしてます、私はいつも。はい、できました、できました。はい、ちょっと変わりましたかね、どうですか、わかるかな、ちょっとだけ変わったかな、わかんないんですけども、まあちょっとどうですかね、初の試みだったのでちょっとドキドキなんですけれども、はい、ということでなんとですね、私の回では毎月1回は美容グッズの紹介していいよって言われたので、なんかまたね、何ですか、またなんかできたら紹介していきたいなと思います。ぜひなんかこういうこと知りたいよとかやってほしいということがあったらコメントに書いてください。はい、ということで今日はここまでです。皆さん私のアイメイク編どうでしたか。女性の方はもちろんですが、男性の方も気になるあの子にプレゼントしてみてはどうでしょうか。はい、動画は毎日誰かが更新しておりますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録とあといいねボタンお願いします。では今日の担当は私伊藤あやさでした。バイバーイ。